いやあ、刹那啓介です。デビゲーやっていきたいと思います。山田が仲間になりました。山田くんがね。さて、落ちてすぐにセーブしたところで終わったんだったな。HP が少ないな。さて、この HP の少なさです。あ、真っ暗。真っ暗やし、なんかうごめいてる。うーわーお、なんか来たーん。HP 少ないんだからやめてーな。落下したダメージが残ってるからやめてーな。暗いなー。なんこれ、なんこれ、変わった花が生えている。引っ掛けに咲いた花のよう、世界に一つだけの花が、これ槍なん、不気味な槍が地面から突き出ている。怖い。隣になんか部屋ある。なんこれ、どっからか生きるパターンのやつなんかな。あー、まあいや、いいでしょう。暗い中に、影かかっ中に、ここら辺に、もしかして、もしここら辺に隠されたドアっていうか敵来てる。雲やこれよ、見たら。スパイダースパイダースパイダー。もう悪魔からしてもさ、こういう暗いところに雲っていうのは定番のスタイルなんだろうね。なんなんこれ、めっちゃ気色悪いし。化け物化して襲ってきそうやし。暗いな。なんかある。岩の割れ目に何かある。怖い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 。まあいいや、やっちまえ。えいけ、ブーフー、すむ。蜘蛛の巣だった。蜘蛛。顎の力強すぎて、壁に穴開けれるようになってしまった。で、穴開けてそこを数にするようになってしまったんじゃ。バイオテクノロジー感じますね。すごいわ。やばい、バイオハザード感がすごいね。暗くてちょっと、ルート覚えにくいな。とりあえずこっち行ってみよう。あー、巣だよ、これ。嫌だ。嫌だ、素直に言えます。いいな、これ。嫌だって言おうとしてたのに。なんこれ。水持ってこい。赤いじょうろに入れた水、そいつで視界良くなる。わっ、喋った。なんだこいつ、クソ偉そうに。初対面の人に偉そうに喋ってきやがって。お前なんだこいつ、どの立場から物言うんこれ。植物族みたいな感じ。これはこっちはまただよ、まただよ、また似たような感じね。あるよ、巣が。あ、終わりや。てことは、この2つのどちらか、この巣、巣って言えばいいんか分からんけど、どちらかにあるんじゃ。水がさ、こっち行ってみよう。来い来い。な、なに、どうした、サトシくん。あ、なにこれ。いや、サトシ君の苦手なタイプのやつや。ミミズだってでっかいやつ。それはサトシ君ネバネバ嫌いって言ってけ。ミズミズも嫌いでしょうね。こっちだね。よいしょ。錆びついた鍵。水じゃなかった、水が漏れてくるとかそういうんじゃなかったんか。でもやったぜ、鍵閉まってたとこあったぜ。やばいた、テンション乗りすぎたらちょっとダメージ食らったわ。こっちだったっけ。よっしゃあ。暗いのは続きます。そして何これ、意味ありげなところにこんなんがありますけど、あいつらの巣なのかな。わあ、こっちにも。え、何これ。あ、カラフル、やたらカラフル、カラフルなんで危な。何これ、敵おるよ普通に。あん、白い雲、僕が移動させてあげる。場所にはアイテムがあるよ。移動してみる。信用ならんな、ちね。なんだだお前、ちねえって、お前死ねえって言いたいんか、お前。そんな言葉、そんな言葉簡単に使ったらあかんで、お母さんから教わったんちゃうんか。これは私の糸で運んであげれば移動する。何これ、同じこと言いよる、大体同じこと言いよる。家にしとこう今は。必要になったらまた声かけてね。優しいなこっちは。お前さんと違ってさ、出来が違うぞお前。出来がいいぞこっちの女の子は。黄色いやつは
黄色の僕の糸を運んであげるよ。移動してみる？まだ判断基準がわからんな。そうかい、移動しないのでここで積んじゃうよ。あんじらしてくるなこいつ移動する、ストレートに来たよ。いえ、無口なタイプなんだね雲にも無口とかあるんだね。どうするこれ。あ、ここでちょっと黒い中で、暗い中でちょっと運営さんにちょっと呼んでみるか。出てくるんじゃ、ちゃんと。なんか、いつもと色違うよ、お前。え？前は赤いやつ出てきてなかった？え？こんな色じゃなかったはずなんやけど。増えてる。体験記事とか魔法使いとか増えてる。え、使ってみたいな。でも、命取られるけんやめときます。だね。判断基準が全然わからんね。移動してみるって何の話かわからんし、ちょっと適当にやってみるか。ちょっとあのこの可愛い子ぶってる女の子で行こう。はい。え、何？落ちたけどダメージとかなしか。なんこれ。落ちた先にメモ帳。骸骨を槍に。骸骨は土色が違う場所からまっすぐに右へって書いてある。骸骨を探してそれを槍に突き刺せってことか。土の色が違うところね。覗けで、土色って今やん、今のところやん。今その右の方に行ってカビ調べたら出てくるんちゃうん、骸骨。あ、そして鬼畜王さんです。クソ、あのヘッドホン野郎、クソ早くあいつらを連れてこい。ここの役立たずどもが。めっちゃ噂されてるわあ、ちょっ、なんか人に、わあ、とばっちり食らってる。ひど、必ずこの武器でぶっ殺してやる、ぶっ殺してやるからな、ヘッドホン野郎ヘッドホンやろうっていうあだ名つけられてるやん、山田。ちょっと笑えねえな。ワンマンプレイやってましたね。鬼畜王、あの男の暴走を止めることはできないのか。ここかな。あれ？土の色が違うっていうのはここのことじゃない。あ、割れ目やな、これ。割れ目やけん、ちょっと違うわな。わかりました。僕の勘違いです、すいません。土の色が違うってこういうことの、若干ちょっとへこんでるようには見えるけど、これがそうっていうわけじゃないんかな。違うね、土色が違う右ね。今はあんま考えんでいいか。じゃあこの白のやつにもちょっと頼んどこ。アイテムのところへレッツゴー。なんだこれああメモ帳や。メモ帳あって、メモ帳だけ、アイテムでメモ帳だけかね。もうちょいいいアイテム用意してくれてるかと思ったな。俺は終わった。もう課金するほど寿命がないんだ。だからこのトラップからは。トラップ、あー、あの野郎アイテムがあるってちょっと騙しやがったな。やばいやばいやばい、やばい、イエースイエースイエス、プリキュアイエス。あ、回り込まれた、あれこれだ、死ぬ、これ絶対死ぬ、あかん、雲が嫌いな視聴者だなんておるんだぞお前。あーん、騙された、くそ。じゃあ黄色行ってみましょうか。君はちゃんとしたところに連れてって言ってあげるのかな。なんだいここは、カサカサ言ってるね。では入り組んでるしって聞いるね。なんかダメなところに行きたいような感覚がするんだけど、大丈夫かね。戦おう、来いや、バチ来いや、バチ来いや、バチ来いや。僕をここに送り込んだことを後悔させてな、これ。ん？この穴、穴槍の、穴槍って読まんよね絶対、の部屋にズーズ、この穴より罪人を落とす。じゃあこっから落ちたら死ぬで俺ら。あかんあかん、うん、あ、土の色が違うこれ。いや、やったやった、重い、持ち上がらない、押すしかないな。
って押す方向おかしいやろ。そっち押したらダメに押せんようになるってわかるだろお前。何してくれてんの。こっち見てみよう。何もないんか。じゃあ一旦ちょっと戻してもらって、さっきこっち行ってみようか。青ちゃんとしたところに移動させてくれよ。お、なんかポタって水の音聞こえますよ。水拾ってきたらいいことあるんですよ。やったで。ええ、あれ取って、あれ、あ、器ない、器ない、器ないパターン、器ないパティのやつみたいですね。残念、器ないんかい。器ないんじゃ。ダメじゃないか。あとセーブしてきます。さて行きますか。こっちや。こっち行ってからの、あ、こいつさっき倒さなあかんな、邪魔なんだよな。よいしょ、ほれほれほれ、イエース。じゃあ運ぼう。ここじゃ。うんじゃこらほい、うんじゃこらはい、うんじゃこらはい、うんじゃこらはい。こんなんしたらなんか呪われそうな気がするけど、頑張って、じゃあ頑張って、このまま落とせばいいかな。あのちゃんが頑張ってんでみー、一歩のたい。これでいいんじゃ。刺せばいいって言ったけん、これでもう、あの槍のとこに戻ろうか。何か出てくるんかな。骸骨が割れて中からアイテムが出てくる的な感じかな。こっちか槍って。よっしゃー。これどうなっとん。槍にドクロが刺さっている。だから、だからなんすか、だからなんすか。んん、こんなところあった、え、こんなところあったか。え、やった、ジョロだ、これだよ、これ欲しかったやつだよ。欲しかったやつですよ。これで水汲めるじゃん、やったじゃん。赤って言おったな、赤いものに水って言おったのこれだったんじゃ。ジョロか、赤っていうもので赤い彗星かと思ったので、3倍速く走れるようになるんかなってちょっと期待しとった、期待しとったけど、まあいいや、水汲めるんだからね。まあ気分は赤い彗星ですけどね、いつも赤好きだから。さて、あいに忘れとったこいつのこと。忘れとったわ、ごめんだよ、ちょっと忘れとって。よっしゃ、じゃあ水汲んでからセーブして終わろう。あっと、よこせ、態度悪いぞお前、くださいでしょうが。あ、奪われたよ、あげるんじゃないんや、奪われるんだよこれ。おい、何しやがる植物男、ジョーロ返せ。待って、この水で俺光る、お前を見、お前ら道見える、これ俺の仕事。あ、仕事人間だった。仕事まめなタイプだった、真面目人間だったのね。水飲んでやがるぜ。どういう光り方するんだよこれは。あ、結構時間がかいよな、飲むんで。ゆっくり飲むタイプの人間だったね。光った、視界が良くなった。俺プレイヤーの役に立つ、ここからもっと危険、死ぬな、生きろ。優しい、こいつ態度悪いかと思ったら、いや、根は優しいタイプじゃ。ありがとうございます。なんだお前、いいやつだな。プレイヤーを心の死にかかってくるゲームだったのに、プレイヤーのこの気にするなんて。でもまあ、これでスミサックスになったぜ。ありがとうな、植物男。あ、ちょっとその名前ちょっと気に食わんてか。よし、先に進もうぜサトシ。おう、あ、逃げよう、逃げよう、セーブしよう。あいつ構ってやるのは次のパートでもよかろう、よかろうなのだ。セーブじゃ、セーブじゃ、このパートはここで終わり。はい、というわけで今回はこの辺で、ご視聴ありがとうございました。仕上げ。
変わった。